ミヤマヤブタバコは、キクカガンクビソウ属の多年草。別名、ガンクビヤブタバコ、マンュウガンクビソウ。茎は直立して、高さ40から100センチメートルになり、全体に短毛が密生し、下部には開けでする荒い毛が多い。茎の上部は単一か、まばらに分子し、枝は直立する。茎の下部につく葉は誤生し、卵上長楕円型で、 傭兵を含めて、長さ13から20センチメートル、幅3から5センチメートルになり、先端は鋭く尖り、基部は急に細くなって、翼のある傭兵となり、円には不揃いな史上の巨子があり、破質は薄く、両面に荒い毛が多い。茎の中部以上につく葉は非新型から線形で、先端も基部も尖る。根室用は花時には、枯れてなくなっているか、または生きて残っている。 花期は8から10月。枝先に下向きに登場花剰をつける。頭花は小径で、長さ5から6ミリメートル、計6から10ミリメートルになり、すべて筒状花で目花と両性花からなり、果敢は汚れた黄色。双方は小径で、双方辺はすべて同じ長さ、外辺は線形で緑色の草質、中辺は先端だけが、 草室で反り返り、内辺は干幕室で直立する。双方直下に線形の包乗用が多数あり、形、大きさは一定しない。果実は痩せかで、縦溝がある円柱型で、長さ3.5ミ、mm、リメートルになり、線があって粘り、感応はない。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、山地の林内に生育する。 近畿地方異性での分布は稀で、国外では朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名三山ヤ,ヤブタバコの三山は産地の林内に生えるからであり、ヤブタバコは葉の様子が同族の一年草から一年草であるヤブタバコに似ることによる。また、別名の岩首ヤブタバコの岩首は頭鼻がうつむいてつく様子がキセルの岩首に似ていることによる。 ありがとうございます。